これタンとのデザインが全部違うの知ってました？え？矢島悦子です。今日はダイハツタンと歴代タンと徹底比較していきたいと思います。それでは早速行ってみよう。今日はね、もうおなじみダイハツ朝比奈インター店さんの安田さんにもうわがままを言いまして、歴代のタンと1代目、2代目、3代目、4代目を全て揃えていただきました。でこれ全部比較しやすいだろうということで全部ノーマルになってます。でちょっとこれだけねターボなんですけど、他の3台はNA という風になっております。で今回はね、今中古車でこう買おうかなっていう人も多分いらっしゃると思うので、1台目から2台目はここが違うよとか、値段はだいたいこういう開きがあるよとか、安田さんが言えそうにないところは私がなんかやんわり伝えていくので、なんか単と安く買いたいなと思っている人はぜひ参考にしてみてください。じゃあちょっとまずはね、それぞれ自己紹介していきたいと思います。まずはこちらが1代目タントで、販売時期が2003年から2007年の11月、約4年間販売されました。で中古車価格ね、当時の新車価格は 99.8万円ということで、なんとそう、これは私が学生の時に乗っていた100万円を切っていた軽自動車です。で、今中古車価格はだいたい18万円という風になっております。で、続きまして2代目。これ2代目発売されたのが2007年の12月から2013年の9月、およそ4年9ヶ月間販売されました。で、これ当時の新車価格が108万2000円。で、今現在の中古車価格が30万円ぐらいという風になっております。で、これが3代目になります。で、販売されたのは2013年10月から2019年6月で、当時の新車価格は117万円となっております。ここら辺からどんどん上がっていきますからね、車の値段が。そして、中古車価格はだいたい82万円ぐらいが相場という風になっております。ほんで、こちらが今売られてる新型のタントでございます。車両価格が122万円ということで。まあでも何でもそうですよね。食べ物でもどん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 。だって今5円チョコが5円チョコじゃないらしいですからね。でね、中古車市場でね、恐ろしい現象が起きていて、現行を新車で売ってないから、まあ未使用車ね、が、高くなってるんですよ。だから今まではさ、旧車だから高いとかさ、まあまあなんかこうなんか付加価値がついて古い車でもで人気が出てきて高いって、まあランドクルーザーとかも多分そういうタイプの車だと思うんですけど、ノアとかもう一般的に家族が乗る車も速度できないから、それでも買う人がいるからということで中古車価格がどんどん高くなってるそうです。ちなみにタントはそんなことはないらしいんですけど、この先どうなるかはちょっとでもわかんないですよね。だからそういうことも皆さん頭に入れとった方がいいです。今日は中古車市場のことも聞きたいので、なんとダイハツ朝比奈インター店の安田さんが登場してくれます。こんにちは、よろしくお願いします。でもざっと説明するとね、はい、あんまりねここはこうやどうやとか、はい、こういうのやったんやとかじゃなくて、悪いところとか、はい、良かったところとか、はい、多分そういうのをちょっと説明していただいてもよろしいですか。はい、今日はよろしくお願いします、はい、でも最初に言ってもタント全部いいとこだらけですよ。なんかあったで、はい、いや私は知っとるよ。いこのね、はい、2代目これ私が社会人になった時、こちらですね。これよくね、はい、お友達がね、はい、閉じ込められてました、キーフリー。あ、鍵あったでしょ。鍵ここの台めっちゃあったでしょ。ありました、はい、お客さんでいましたいらっしゃいました。あれなんでなんでしょうね。なんでですかね。閉まっちゃうんですよね。はい、閉まっちゃいます。この方の一番初期のモデルにキーフリーが、
離れるとドアロックがかかって近づくと開くっていうシステム、この方はあのリクエストスイッチって言ってボタンで開くようになったんで、この方は多分中でそのこれの本当初期のモデルではやっぱそういうことが実際にはありました、ね、結構ありました、うん、結構って頻度ではないですけども、はい、ですから、まあ、鍵は持って降りてくださいねっていうことは必ずお客さんに伝えてた記憶はありますね。それと、はい、3代目、3代目はないです、ないです、これないです、大体リコール結構ありましたよね、3代目ってしょっちゅうリコールしませんでした？リコールそんな多くはないとは思いますけど、やっぱ一番最初の頃考えてみると、そうですね、3代目の初期型のカスタムかな、カスタム、確かにあの5納車して半年間に3つほどリコールがありましたね、確かに ありました。3代目といえばもう私リコールのイメージ、担当で言うと、そうでしょ、まあ、そうですね、まあでもリコールして、改善されて良くなってるのは事実なんで、あ、まあそうですね、はい、リコールなんでですね、あの中古市場で行くとやっぱり向こうの1代目2代目に関しては、うん、やはりあの商品少なくなってきてると思うんですよね、はいはい、まあ、正直なところこの1代目2代目あのうちでご用意できてるのもうちの会社が出してる代車として使ってる車、うん、ですから商品ではないんですね、うん、だから商品化されるような車っていうのはやっぱ数が少なくなってきて、中古市場でやっぱり最も売られてるのはこの方からになると思いますので、うん、はい、この方の中古に関してはまあリコールとかそういうのあったとしても特に問題なくお使いいただいて、うん、車的には本当いい車だなと、はい、この4世代の中で多分一番改善されたところが多いところだと思いますね、いろんな面ですごく良くなってきてると思いますね、はい、それをちょっと今からね詳しく見ていきたいと思います。これがもう初代タントなんですけれども、はい、やっぱ軽スーパーハイトワゴンの走り、そうですね、まさにそうですね、ですよね、はい、だからまだ例えばこうちょっと見るとここからですよね、あの軽自動車でも広々ととか、はい、そうですね、あの屋根も高くて広々とっていうのが本当このタントが走りではないかなと、あの衝撃的でした、ね、僕たち車売る立場の人間も、はい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 、わすごい車が出たなというような、う、はい、そういう感じでしたね、はい、でこっから2代目に行くんですけど、はい、でスライドドアはどっちだけでしたっけ、左側だけですね、左側だけ、はい、これが搭載された、はい、この2代目からスライドドアになりました。安田さんこれ手で開けるやつだけど、はい、あのグレードによっては電動もある、あ、ありました、ありました、あ、はい、だから中古車買う人はこれ電動か手動かしっかりチェックしてください、はい、でそれとこれ、ね、はい、この台から2代目からここがピラーレスになりました、 B ピラーがなくなりました、もうタントの代名詞出ましたね、そう考えるとすごい進化ですよね、そうですね、はい、で、あの2代目は助手席側だけだったんだけど3代目からは両側スライドドア、はい、左側が電動で、はい、右側がオプションで電動にもできるよという感じだった、はいはい、一番高いグレードは両側電動でした、両側電動、はい、あの RS ターボなんかは両側電動でしたけど、はい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 、他に3代目で大きく変わったところといえばどこがありますか、例えばあの運転支援と呼ばれる、緊急ブレーキスマートアシスト、うんうん、それがこの方からついたりですとか、 あとはこういったあのリアのパネル、こういったところが、ここか、叩いてみてください、これちょっと音叩いてください、樹脂になった、そういうことです、軽くするため軽量化だと思いますね、はい、もうそこは鉄板からこれ樹脂になったっていう感じなんですね、はいはい、2代目から3代目の進化が結構大きいんですかね、大きいですね、あとで多分前から矢田さん見比べた時もそうですし、この方からちょっとカクカクしてきて、はいはいはい、やはりより室内も広めになったりですとか、はい、なるほどなるほど、で4代目になって大きく進化したところが、はい、こことここの大きな違いはやはりあのプラットフォーム、プラットフォーム、はい、これが大きく変わってきた、だからまあ見た目ではもうわからないという形ですね、はいはい、でも走りはだいぶ違いますよね、だからって言われてますね、もうそういったところは、うん、はい、そう、私あの旧型とあの新型を乗り比べたんですけど、はい、特に曲がる時とかかな、高速道路走る時とかうるささとか車内の、あとあの曲がる時のこの左右の揺れとか
そういうのは割と全然違うかなっていう感じがします。だから3代目から4代目に買ったのは新プラットフォームになったっていうのが大きなこう違いです。CVT も実は新しい CVT 積んでるんですよ、この方、はいはいはい、ですから走りも本当に良くなったっていうのは、うんうん、矢田さん感じるのはそういったところもあると思いますね、きっと、はい、なるほど。安田さん、これあの、はい、1代目から4代目まで並べると、はい、ここからですかね、あの角張ったも本当、うん、箱みたいな形になってきたのは、そうですね、まあ、室内スペース空間を、まあ、広く保つためにやはり角張らしてきてっていうところはありますよね、うん、だからやっぱりお乗り換えいただくお客さんがやっぱ広さが違うっていうお声はありました、やっぱり、あ、はい、2代目から3代目乗り換えていただいや広さが違うよねっていうことはよく言われましたね。で、あとやっぱデザインでいくと、うん、どん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 この4代目になるにつれてエッジがね入って、はい、あの今時のあのデザインになって、で、あとは変わらないね、これはっていうところは安田さん、ここですよね。これだけターボ車なんですけど、うん、はい、やっぱね、ターボってなるとちょっとメッキがついたりとか、あ、そうですね、メッキとか、あとこのフォグランプなんかも確か標準だったんで、うん、ターボモデルは、うん、はい、ですからちょっと高級感があるようなイメージですよね、うん、はい、だからそれは今も一緒でしょ、うん、ホイールがちょっとターボ仕様、はい、ターボはちょっとタイヤが大きくなるよとか、うんうん、そういうのが、まあ、K スーパーハイドワゴンの定義なのかなという感じです、はい、うん、このアンテナさ、アンテナだけやろ、昔これでしたよね、昔これです、でだからそっちもそれのはずなんですよ、これなんでこんな本当はこんな短い、そう、多分だからそれが、まあ、違うくっつけてるんですよ、インチキ、あ、大丈夫です、伸ばしても、はい、あ、でも伸びない、硬くて伸びないじゃないの、もう、あ、これや、すごい、4代目に行くにつれて毛の太さが太くなって、そう、ロッドアンテナ受信感度が上がってきてるですね、やっぱ、ね、はい、3代目で一回髪切った ね、 ね、そうですね、でそのままそのままか、ちょっと触ってみようか、これだからもうやわやわじゃん、これで風でよう揺れたんですよ ね、 ね、台風の時に、はい、カンカンで、これがさ揺れすぎてさ、あのルーフにさ、はい、カシャン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 とか、ガソリンスタンド行くと洗車機入れんでガムテープで止めてますよね、これこのアンテナは、そうだ、はい、引っかかっちゃうんでバックで入ってくるんで、はい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 、ね、これは倒しておけば全然問題ないですけど、 あっちはよくスタンドさんガムテープ貼ってたってイメージがありますよね。そうだそうだ、はい、だからこの波平さんアンテナのね、うん、雰囲気もね、そうですね、この4代目に行くにつれて変わってきました、うん、でこれ全体のデザインでいくと、はい、やっぱり4代目になるにつれて、うん、K スーパーハイトワゴンの特徴の車高が高くなっていってますよね。うん、3、4は一緒だけど、ね、1台目からこの、そうですね、上がっ、4台目から上がってきてますよね。はい、だから K、うん、K のね、規格って多分変わらないけど、はい、縦がどん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 大きくなってきて、はい、あの、立柱に入れれなくなったイメージがあるんですよ、私。あ、そうでしょうね。軽自動車といえば、はい、もう立柱に入れれるっていうイメージが学生の時はあったんですけど、うん、もう今になると、いやいや、入らない軽自動車ってっていう、逆にあのフィットとかほら、はい、ノートとか、はい、ああいうコンパクトとかじゃないと入らないように変わっていったなっていうのをちょっと今思い出しました、はい、そうですね、はい、これタントエンブレムのデザインが全部違うの知ってました？え？小文字大文字小文字これ全部これ最初だけ大文字でしょ、はいはい、あとは全部フォント丸めでしょ。で、これは全部なぜか大文字になって、ですね、はい、で、これはなぜか T だけ大文字。そうですね。ここは。ほんで、これまた初代に戻ってるんですね。初代の T だけ大文字。だからこう、そうですね。デザインがどん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 変わっていってるんですね、エンブレム。すいません、知りませんでした、僕は。はい。はい。だから、これでもちょっと知らない人絶対多いですよね。エンブレムがで珍しくないですか？いや多分知らない人ばっかじゃないですかね。ちょっとエンブレムが全部違う車って、はい、ですよね。なかなかないと思いますね、多分ね、はい、これ知ってました？皆さん、タントってエンブレムが全部違うんです、歴代、うん、であとライトは2代目まで横で、はい、3代目から縦になったんですね、はい、あ、そうですね、テールレンズがね、はい、これもだからよくちょっと違うところやなという、うん、まあ、多分この辺なんか今時なんでしょうね、縦にしてくるっていうのは、ここからね、
はい、確かに横やったもん私の時、はい、流行りとともにデザインも変わったという感じになっております。昔は軽自動車っていうのは、ね、だってバンパーの中にありましたよね。ありました、ね、初代のワゴンあるなんかバンパーの中に、ね、ウインカーとテールレンズが一緒になってね。そう、はい、それも今じゃもう違いますから。そうですね。実際雨の日の査定と、はい、晴れの日の査定はどっちがいいんですか？本来変わらないですよっていうふうにお答えしたいところなんですけども、うん、実際雨の日っていうのは我々もまあ屋内で査定をしなくて屋外で査定している方が多いので、うん、まあ傷とかそういったものがしっかり、まあ、例えば磨きで落ちるような傷まで、逆に言うと磨きで落ちないだろうっていうことで減点が増えてしまうことがある可能性もありますよね。だそれから考えると、まあ、晴れの日に来ていただきたいっていう気持ちは僕の中ではあります、まあ、それとあと来る前にできれば洗車をして綺麗な状態で来ていただけると、うん、その傷の度合いがはっきり選別できるので、まあ、晴れの日に来た方がお客さんにとっては有利になる可能性があるんじゃないかなって個人的に僕は思ってますけどね。はい、安田さんデザインはめちゃくちゃ、はい、もう懐かしいですよね。シンプルです。我々の時からすると、はい、ここにね両サイドにドリンクホルダーなんてなかったし、樹脂むき出しだし、ね、メッキも一切ないんですよ。で真ん中に CD のやつがあっても真ん中に全部集約、うん、ドリンクホルダーもここでしたよね。そうですね、真ん中にこれあるっていう感じでした、はい、うん、でこれおそらく今ペットボトル入らないですね。入らないですね。金太郎牛乳は持ってのほかだと思いますね。はい、昔ちっちゃかったんです、缶だったんですよねあ、そうなんですか。バヤリースとか、私宇部高専で山口にいたんで、バヤリースっていうオレンジジュース、こっちありました？関東あります。あ、缶があったかな。関東 あ、はい、あったんですよ。バヤリースとか、ハタクとか知らんのやない、わかんないです。バヤリースはわかります、はい、ね、私たちの缶でしたよね。いや僕イメージがわかんない。なんかバイアリス知ってるんですけどイメージがわかんない。でも基本的に缶でしたよね、自動。どうだったのかな。差し押してないですか。いや差し押してないですけど。本当。もうとりあえず細い缶ジュースとかだから、もうこれは缶仕様のドリンクホルダーになってます。プラスこれはあれですね、ミラーだけこう電動で折りたためるようになってて、はい、うん、一応ドアもパワーウィンドウという風になっております。はい、でシートはね、やっぱ今の車と比べるとかなり薄いです。もう商用車までとは言わないけど近いものありますよね。近いものはある。この厚さを見てるとね。そうそう、はい、でも本当にそんな感じ、かなり薄いです。だから乗り心地とかを求める人は安いけど初代はちょっと購入は控えた方がいいのかなという感じがします。ちなみに軽スーパーハイクワゴンの走りなので、このヘッドクリアランスだけ見ていきたいと思います。これは当時99万8000円、このグレードはそうです。そうそう、はい、一番低いグレードだったので、はい、座面の調整もありません、うん、一応やっとこうか。初代のこのヘッドクリアランスはね 1,2,3,4,5,6,6.5、 やっぱすごいですね。高いですよね、軽スーパーハイトワゴンの走りだ、はい、うん、ちょっと後席もこのまま行こう。スライドドアじゃないからね。でこれちょっと行こうか。ヘッドクリアランスが 1,2,3,4,4.5 ぐらいあります。わー、さすが軽スーパーハイトワゴンの走りで、やっぱシートは、まあ、前席と同様にちょっとね薄い、もう商用車感が満載のものとなっております。プラス今もう軽スーパーハイトワゴンといえば後ろでご飯が食べれるよっていう机がこうピロンと出てくるような形になってるんですけれども、それもないです。で、あとやっぱり初代の大きく違うところは B ピラーがまだあります。 B ピラーがあるっていうのと、収納でいくとここ後ろの椅子を床にこうパタンと格納できて、ここがフルフラットになるっていうのが初代のいい点です。ここのね、後席の収納は、まあ、この後どんどん1台目から4台目まで紹介していくんですけど、この収納の仕方が変わってくるから、ちょっと見といてね、よく、これ。もうね、
ちょっとこの樹脂にもこの模様が入って、はい、で、なんだろうな、ちょっとこのナビ周りとかにちょっと銀がね、使われたりとかして、だん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 ちょっとシャレっ気が出てきました。安田さん、そしてこれよ、はい、はい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 。キーですね。そうそうそう。これ押してさ、ギュって回すんですよね。知られ、わからない方が結構多くいらっしゃいました。あ、回らない回らないって言われて、そうそうこれね、すいません、ブレーキペダル踏んで押して回してくださいって言うんですけど、 その押してくださいっていうのがなかなか伝わらなかったみたいで、かからないですってよくご質問を受けました。これギュッと押して、はい、ギュッと回したら、まあ、あのエンジンがかかるようですね。そういうことですね、はい。ちなみにさっきちょっとこの2台目はこの鍵の閉じ込めがあったって言ったんですけど、はい、あれ、この方はこれで閉まったり開けたりできるんですけど、このモデルの前のモデルがこのボタンがなくて、近づくとドアロックがガチャッと開いて、離れていくと閉まるシステムだったんですね。で、その時のモデルにそういうことがありました。ああ、はい、なるほどなるほど、はい、だからじゃあそれ、この方のモデルからをもしかしたら私は購入した方がいいんじゃないかなと思う、2代目買いたい人は。そうですね、安田さんは多分何とも言えないだろうけど、はい、販売店なんで、はい、私はこの下、このモデルからの方がいいんじゃないかなというふうに思います。でも矢田さん、鍵持って降りていただければ大丈夫なんですよ、ちゃんと。鍵を室内に置いて降りちゃうとなっちゃうかもしれないんで。でも忘れますよ。鍵ポケット入れて乗り降りしていただければというところが僕たちのお願いです。はい、はい。で、これね、ドリンクホルダーがこの世代から両サイドに付くようになりました。これ。で、このもう引き出しのこのやつ、これがもう今じゃもう当たり前かもしれないけど、当時私たちからしたら、はぁ、出てきたみたいな感じだったのと、ずっとありますね、これは。タントのこの、私の大好きなハンドル上のこの収納。はい、これもずっとあります。で、これはね、多分ね、ペットボトルは、ちょっとギリ入るか、ギリこうギュッとやったら入るかな、みたいな感じ。これ多分ね、ミスティオのね、知らないかな、ミスティオですって言って、アムロちゃんが CM してたこの炭酸飲料があるんですけど、あの缶なら絶対入る。で、パワーウィンドウで、これこれは一番下のグレードなんでないんですけど、ここであれですかね。そうですね、自動ドアのスイッチがついたりですとか、はい。あとは、この方は、アイドリングストップもついてるんで、はいはい、確かアイドリングストップのオフスイッチもそこについたと思いますね。はい、はいはい。というふうになっております。で、居住性いきましょうか、シートの。やっぱり1台目から2台目に比べると、もうこのふかふか幅が2倍になってます。だいぶ良くなりました。そして、2台目のヘッドクリアランスがね、いくよ。1、2、3、4、5、6、7、7点、まあ、もう8弱ぐらいあります。あれだ、後ろのこの鉱石のクッションも2倍ぐらい良くなってます。行こうか、ヘッドクリアランス。行くよ。1、2、3、4、5、拳5個分という風になってます。で、これからスライドドアになって、で、もうタントの殿下の方と、これ、B ピラーがなくなりました。2台目からです。この方からピラーがなくなったんですけども、はい、乗り降りするときにお客さんにアシストグリップがないっていうことをよく言われたんですね。ですから、ここ捕まってくださいっていうふうにお願いはしたんですけども、やっぱりグリップではないのでね、はいはい、ちょっとここは使い勝手が悪かったというところがありますね。はい。でここからあれですよね、多分みんなシートベルトどこにありますかですよね。ですね、はい、試乗の時も言われます。あ、シートベルトないんですか。いや、ないんじゃなくて、すいません、シートの脇なんですよ、はいはいはい、シートベルトといえばやはり皆さんピラーについてるので、ここ、ね、うん、やっぱピラーのとこに手が行くんですけども、うんうんうん、やはりここにあるっていうこと自体慣れてない方が多いので、うん、はい、そう、ここにこっからさ、ギューって出してくるじゃん、はい、この柱からこうギューって出てくる感じがここになってますね、はい、そうですね、はい。で、二台目も同様に、この鉱石のシートは後ろにパタンと床に収納できるので、フラットになっております。これすっごいいいですよね。そうですね。良かったところです。で、このモデルからシートをこう前に出して一番後ろに下げると、ここに広いスペースが、
これだから軽スーパーハイトワゴンの片鱗ですよね。要はここでお着替え、子供がお着替えできるとかさ、私が立っても今ちょっとヒール履いてるから160ぐらいはあると思うんだけど、こういう感じでいろいろここのスペースを活用できますよという感じになってきたわけですね。じゃあちょっと3台目行ってみようか。ここら辺からもうメッキを多用するようになってきておりますよ。これもうこの運転席の前のこの部分とか、まあ、助手席の前とか、あとあれだ、今まではこうガチャガチャガチャってやるようなタイプ、うん、もうネジみたいなタイプだったけど、これあのデジタルというか、そうですね、パネルタッチに変わってきますよね。そうそうそう、変わってきてます、はい、変わってきてます。でもやっぱり相変わらずこのドリンクホルダーとこの運転席前のこれはもうずっとタントらしさなんでしょうね。これそうですね、皆さんついにここからプッシュスタートエンジンになっております。今までガシャガシャ回すようだったけど、3台目からはもうプッシュスタートで、ここ見たついでに行きましょうか。スマートアシストがついたから、ここで安全性能をこのいろいろ操作できるボタンが増えたってことか。そういうことですね、はいはい、これはもうありましたね、スライドドア。そう、それはこのモデルからありました、はい、なるほどな。シートはもうこの3台目からはしっかり体をホールドしてくれるような形状になっています。チュルンとしてたのがちょっとグググッと肩のところがこう出っ張ってきて、しっかりこう支えてくれるような形になっております。ちょっと一番座面を下にしてヘッドクリアランスやってみましょうか。よいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、拳8個分となっております。それとね、やっぱシートの柄とかも3台目からこうガラッと変わってる、いろんな色が入ってたりとか、割とあの2台目まではとりあえず全部ベタ塗りみたいな感じだったけど、なんかこう3台目からこういろんな色を使うことによって立体感を持たせたりとか、そういう感じがしてきました。プラスね、収納はねどん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 ちっちゃくなってってる。初代2台目3台目になるにつれて、割とこの前のダッシュボード部分とか上の収納がどん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 ちっちゃくなってってる。この部分もこれもここもどんどんちっちゃくなっていってるなーっていう感じがします。で、もうこの3台目から両側スライドドアになりました。今じゃもうおなじみ。ちょっと後席座ってみましょうか。ヘッドクリアランスいきます。ヘッドクリアランスが1、2、3、4、4.5 個分ぐらいあります。プラス使い勝手がやっぱり3台目からガラッと変わった。まずはこれ、もう今じゃおなじみのこのカーテン、これがついたりとか、あとこの時ってまだあれですかね、あの安田さん、はい、机ってついてなかったんですかね、まだ。シートバックテーブルはどうだったかな、思い出せない、もうあの1個前になっちゃうと思い出せなくて、ただ、このシート自体がパタンって前に倒れるようになったんで、はいはいはい、こういう形でのテーブル、あ、これだ、こういう形でのテーブル、これでテーブルとして使えるっていうような形になってます、うん、はい。プラス、まあ、使い勝手でちょっと、あ、戻ってきたなと思ったのが、こういうところよね。あの、後ろからでも操作でき、そうですね、あの、前の席を操作、スライドできるように、こういうレバーがついたりとか、そうそうそう。はい、あとは、ここ。ここですね。つきました。はい、安田さんが言ってたでしょ、2台目から B ピラーになって、はい、みんなどこを持って乗ればいいんですかっていうふうに言ってたけど、多分、そういうユーザーの声が多かったから、ここから、うん、ここ見て、グリップがつくようになっております。ここね。で、初代から相変わらずいいなと思うのはここ。このシートが床にパタンと収納できるので、フルフラットだよと、チャリとかも子供のチャリぐらいだったら積みやすいよっていうようなのが、このまま継承されてます。ちなみにこれシートを戻させていただくと、は、2台目まではこれぐらいでしたもんね。そうですね、はい。だからやっぱここをそのままそれがもっと使えるようになりたいって言ったから、こうロングになったんですね。そう、ロングシートのシートスライドがついてきたんで、はい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 、ですから例えばこういった形状なんかもシートが前に行くようにデザインがなってますね。この机にしろ、ここの前のシートをするスライドにしろ、この幅にしろ、どん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  ね、 そうですね、使い勝手が良くなるっていうような形になってます、はい、鉱石も一緒、あのもうなんていうの、柔らかさの中にちょっとあの
長距離移動してもあのお尻が痛くならないような感じの硬さになってきました。でこれがもう今販売されているこのタントですよ。もうメッキがメッキの質感も変えてきよるわ。ダイハツのこのロゴはピッカピカで、あとこのエンジンのね、このスタート、プッシュスタートボタンの周りはピッカピカなのに対し、エアコンの部分はちょっとくすんだようなあのシルバーを使ってメッキの質感変えてきよる。ほんであの、エアコンの周りのここにもね、ちょっとワンポイントカラー入れたりとか、あとここもよね、何言うの？おしゃれなこの、あれつけて、で、柄をつけて、こういうような感じになっております。で、ドリンクホルダーは、缶ジュースでもこのスタバのあの紙コップでも何でも対応できるようにこういう風な感じ。あれだ。なんかね、収納は3台目より4台目の方が急に大きくなってます。だからあのロゴと一緒、急にあの原点回帰みたいな感じで収納が増えた分、3台目の方が、この、見切りは良かったかも。この見やすかったかも。この 前方の視界とかが。これはありますね。で、シートは3台目の方がちょっとぶっちゃけると座りやすかったかな、シートの質感はっていうふうに思います。ただ、走りはね、もう断然新型なんですよ。本当に、どこ走っても、坂道走ってもうるさくないし、もうこのカーブやっても寄れないし、さっきも言った通り。あと、こっからあの電動パーキングブレーキになったりとかして、どん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 この、使いやすくもなっております。3台目の方がいいっていう人もいるかもしれないですね。あ、そうでしょうね。はい。このシートの質感。まあ、確実に4台目は、まあ、進化はしてますけどね。進化はしてる。それが、お客様のすべて望む装備かって言われるとまたそこはちょっと違ってくるかもしれないので、うん、USB ソケットがついてたりとか、やっぱこのそういう系はやっぱ4台目が一番こう充実してるかなという感じがします。ちょっと一回これやっときましょうかね。 1,2,3,4,5,6,7,8 8なんでこのここね、居住性もやっぱりあの3台目と4台目はほぼ変わりません。で、3台目も4台目も、まあ、スライドドアで電動はオプションという風になっております。そこは変わりません。スライドドアの性能はね。で、ちょっと乗ってみよう。これあれだ、シートの質感はやっぱ鉱石も3台目かもしれない。というのも私、あの硬すぎるシートがダメなんですよ。あのちょっとふわふわの中に芯のあるシート、低反発枕みたいなシートが好きなので、鉱石もね、3台目の方がちょっと良かったかなというふうに思います。ちょっと一応ヘッドクリアランスやっておきましょうね。ヘッドクリアランスが 1,2,3,4,5,6 拳6個分というふうになっております。で、使い勝手で大きく違うのはもうね、3台目で結構すでに完成された感がありますよね、屋さん。そうですね、はい。だからまあこういうのとかはもう4台目にもついてるの、うん、で、まあさっき言ったこうね、これ B ピラーのところがないからここにね、そうですね、ついたりとか。ただね、これがなかったね、うん、この机がついて、より車内で過ごしやすい仕様にはなっております。これそしてね、一番ねちょっと残念だったポイントが、3台目までは床にパターンができたの、それができなくなっちゃってるんですよ ね、要は、はい。だからこれフルフラットにならないと、ただ前に出すだけみたいな感じになってるんですよ ね。今まではこれが床にしまえたんですよ。ただ、まあ4台目になって、こここういうところがね、こう汚れてもさっと拭き取れるようなね、うん、ちょっとこういう素材になったりとかは、要所要所は改良されてるんだけど、これは本当に残念ポイントかなと。そうですね。思います。ちょっと。あれやったらワンチャン車中泊できますよね、女の子やったら。そうですね、向こうだとね。そう。だからこれちょっと残念なポイントですね。で、ここの部分、やっぱ広いです。そのままこう、ベビーカーを積めるような仕様にしてあるんですよ、ここ。ビュッと。だから、よりここの部分のスペースは、何活用できるようになったかなという感じがします。ここの凹みもね、3台目から受け継いでますよね。ここガクンとここはギュッと凹んでるのは、この、
シートを、前のシートを一番前に出さないといけないから、ここずっとへこんでるという感じになっております。面影を残しつつ、より家族に使いやすいように進化させ、要所要所進化したかなという感じがします、はい、うん、ただやっぱちょっとリコールの多かった3代目のがでもう完成された感はあったかなと。そうですね、2代目から3代目の進化がやっぱ一番大きかったのかなって気がしますよね。だからもっとより進化していい形にはなってはいますけどね、はい、安田さん、はい、私におすすめするとしたら何代目の担当をおすすめしますか？これでしょ、3代目、はい、さっきから言ってる通り1代目2代目3代目3代目で大きく進化をしているので、ある程度完成形に近い形には僕はなってると思うので、まあ、僕が矢田さんにお勧めするとしたら、まさにこの方の担当の X ターボ、ターボモデルを選んでいただいた方が、まあ、パワー的にゆとりが出てくる、まあ、それイコール高速なんかでも乗りやすいっていうところにつながってくるのと、でやはりあのターボモデルってこの X ターボ以外ですと RS ターボがあるんですけども、 RS ターボになるとお値段がやっぱ高いんですね、まあ、その分装備が良くなったり、まあエアロパーツがついたりアルミホイルがついたりっていうプラス要素があります。ただその分だけ新車価格も高かったんで中古の市場も高い、それに比べて X の場合にはそういったものが削ぎ落とされて新車価格が安かったので、中古市場でも比較的割安に買えるっていうところは僕はあると思いますので、お値段も100万ちょっと 10万ぐらい出るぐらい、超える車もあります。ある、まあ、同じ X ターボで超える車もありますけど、比較的100万切ってる車の方が多いと思いますね、うん、はい、だとしたら私もこれがいいと思います、はい、何よりあのやっぱね、鉱石を床に収納できるっていうのは、うん、あれすごい使い勝手がいいと思う。チャリも積めるし、シートの質感でいくとこっちの方が良かったし、前方の見やすさでいくと3代目の方が良かったから、うん、私も中古車市場でおすすめするなら、まあ、価格も安いし3代目の X ターボなのかなというふうに思います、うん、ということでいろいろ教えていただきました。安田さん今日はありがとうございました。朝日ナインター店にね、安田さんあのいつもいるので、はい、あのフラッと訪ねてきてください。では私に DM くれればすぐ安田さんにつなぎますので、あの皆さんあのぜひあの中古車を買うならこちらタックス横浜のダイハツ朝日ナインター店でご購入してください。この動画がいいねと思ったら、あ、ごめんなさい高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。